いやあ、刹那休介だよ。前回からのため撮り、行きたいね。続きで撮っております。なにこれ？ちょっと待って。おい、ちょっと待って。秘密の部屋って言おったんちゃう？おかしいな。秘密の部屋って言おったのにね。部屋じゃねえ。うわあ、綺麗やね。彼岸花畑、綺麗でしょ？あの屋敷は？私が生まれた場所、入ってみる？きっと気に入るよ。うん。他の人形たちとも仲良くしてあげてね。大衆は警戒しているけど、みんな良い子だから。はーい。うわ、めっちゃ人形がおるやん。え？あれ？こっからは、画面左上にハートが表示されます。ハートがなくなるとゲームオーバーになります。この場合、リトライはできないので、慎重に行動してください。え？人形を襲ってくるとかいう、そういう極小じゃ会えなくてみたいな展開はないよね。大丈夫だよね、恨まない子。人形だけの館。なんて読むんですか。忍玉館。忍玉館。忍玉館でいいこれ。銀玉みたいに言うなよ。この人形は自分の意識で動けないようだ。あ、そうなんや。かわいそう。忍玉館へようこそ。忍玉館って言うやめなさい。この人は大丈夫なの？忍ちゃんはとてもいい子よ。それに勇気もある。みんな気に入ると思うわ。まだ帰らないで。ごめんね、りんちゃん。他の子たちが寂しがってるから、もう少し遊んであげて。え？みんな警戒しとるんじゃないの？こいつなんか喋ってないのに。こいつにだっては喋ってないのに帰らないでって言うたよ。あら、手前間違えた。お帰りなさい。あら、新しい友達。この人形は自分の意志で動けないようだ。かわいそうに。ここにいろいろある。暗闇の上には無数の人形が並んでいる。怖いわすごい人形の数。それはいらない人形たち。特別な子やお気に入りは部屋に飾ってるけどね。お前ちょっと待って、いらない人形たちって言うなや。人形が人形を差別するな。お前、人間を恨んでると言いながらお前も似たようなことをしてるんじゃねえか。恨まない子。ダメだ。こいつ、恨まない子って言うてくるけど、恨んでるわ。恨子って呼んだろう。たびたび名前が変わります。なんこれ。ここは、触れ合いの部屋。人形たちと仲良くしたかったら、ここに入ってね。見つめ合う、あなたと私はお友達。一人ぼっちはだーれ。見つめ合う、二人、幸せの連れ。隣同士あなたとあなたはぼっちぼっち、一人で友達がいない子。ちょっと最後ちょっとめちゃくちゃひどいこと言わんかった。この子、一人で友達がいない子の友達になってあげてね。かわいそうなんか一人おるんやないか。さらっとぼっちがいるから友達になってあげてねとか言う。ぼっちの子がいるか。うわ、色合い的にこいつやな。あと右下の紫とかさ、セーブできるんかな。よかったよかった。ヒントなくね。色合い的にぼっち団は紫のやつと青いやつだんやけど、なんだろうね。推理する方法とかなくない？おい、お前ぼっちやろ。お前ぼっちやろ。おいっす。違う。痛い。この子たち、怒りっぽいのや。次は間違いないんで。ごめんなさい。でもさ、これ、どうやってぼっちか見分ければいいんすか。いや、リアルのぼっちって結構見分けやすいもんやん。一人でおるもんがぼっちっていう、もうそういう方程式あるやん。でも、一人でおらんやん。いや、待ってよ。端におるこいつがぼっちじゃないかな。あ、ちゃうお前か。違う！ああ、お前！
お前さ、そういう橋におらんといてくれん。こういう橋で一人で、ポツンとおるもんがポチっていうのは相場決まっとるんよ。紛らわしい、お前ら。これは紫の独特なやつ。違うん。ああ。おかしいなぁ。ぼっちに負けるんでこんなに難しかったかな。人形のぼっちって難しいな。見分けれるか。違う部屋から先に行こう。ここは七色着物の部屋、特別な人形の部屋。ダンスはそれぞれの私物入れ、勝手に飽きたりしたら怒られちゃうよ。この部屋のことは部屋に言いたいことのある人形に聞いてね。ん？まあ入ろうか。ん？そんなに特別な人形たちなんこれ。こういう黒いはおらんかったけど、紫とか緑とかは隣の部屋にもおった気がするんやけどな。そんなに特別なんかな。こんにちは、人間さん。はいはい、こんにちは。ここにいるのはみんないい人形、悪い人形は玄関の奥地か特別な部屋で管理されるわ。囚人みたいな扱いを受けてんじゃん。一応区別はするんやな、人形も。人形町、人形町ってなんだ。人形町とかがいるの。すごいな。とても厳しいお方、決まりで守らないと追放されます。追放の制度とかあるんや。もう一つの国みたいなのができてるじゃん。すごいな。この部屋は、帝都って読むかだったっけ？忘れたな。が、綺麗でしょ？人形町に気に入られるともらえるよ。あ、そうなの。何をしに来たの？ここは特別な部屋よ。いや、こいつはちょっと、何してんねんって感じでおるやん。怒ってるよ。うらこ怒ってるよ。うらこ。あ、ジンタマ様って。ジンタマって人おるんやな。ジンタマ様に会えない今、人形町がこの館で一番偉いのです。ジンタマ様っていう人がおるんや。人形町よりもさらに上の。へえ、位がようわからない。もう、ちょっと位のあり方よくわからない。ここは特別な人形の部屋。顔立ちが良く、顔が良くないと入れない、頭が良くないと入れないの。選ばれし人形たちってことなんだ。すごいな。無口な子がおる。わらわわ。人形町の次に偉い人形じゃ。偉そう。めっちゃ偉そうや。ナンバースリーってとこなんやな。え？あ、ごめんごめん。ちょっとごめん。気になって触ってみたんやけど、ちょっとごめん。なんかごめん、許してくれへん。部屋の雰囲気が変わったよ。気分が悪くなっていた。ちょっとごめん。ごめんごめん。ちょっと、中身見させてもらおうと思ったんやけど、ダメなん？ダメなん？ダメなん？え？出てき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 。あ、ごめんなさい、ごめんなさい、ごめんなさい。ごめんなさい、ごめんなさい、ごめんなさい。ごめんなさい。ちょっと怒られた。怒られた。怒られた。あ、機嫌直っとる。機嫌直っとった。よかったよかったよかった。いやー、よかったよかった。機嫌直っとった。怖い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 。機嫌直っとった。機嫌直っとった。じゃあ、見させてもらってもいいよ。いいやん。いいやん。いいやん。わあ、無口な、こいつまで出ていけって言われた。もう、あさってやろう。触らなそうなの、良さそうやって。触らない方が良さそうやって。怖っ。あの部屋の怖い部分を見てしまった。見るんじゃなかった。HP が一つになってしまった。一人ぼっちはだーれ？知らんがな。一人ぼっちを見分ける方法とかないんすか？見つめ合う、私とあなたは友達。あ、そうか。つまり見つめ合ってないやつが、あれなんだわ。ってことはさ、
この二人は見つめ合ってるし、ここのこいつと向こうの左のやつは遠い気の見つめ合ってるけんって、そんな感じで考えればいいんだ。あーだとしたらなんだろうな。こいつじゃないし、あえておくよ、見つめ合ってる、こいつも見つめ合ってる、難しいなこれ。見て、だってミスった、あれやもん、死ぬもん、HB1 つじゃないもん。この中に、もしかしてこれ、もしかして、この中にポチはいないというような正解な。ポチはいない、それを見てくださったあなたは死んでもらおうみたいな。これ難しいな、どれ。こいつちゃう、こいつもちゃう、こいつとこいつもやってるちゃう、こいつとこいつもやってちゃう。あれ、こいつじゃね、こいつ、こいつに向かって向いとるけど、こいつはこいつには向かってないもん。こいつだ。この部屋で仲間外れにされているの。友達になって。やーだね。あれあれせめてさ、なんで死んだかとか教えてくれへんかな。だった、リンちゃん困っちゃう。わかったよ、友達になってあげるよ。でもね、一つだけ言わせて、友達っていうのはさ、作られるもんじゃないんだよね。友達っていうのはなるもんじゃないんだよね。うん、友達っていうのはね、一緒に遊んでいて、いつの間にか友達と言える存在になるものなんだ。友達になってって言って友達になるのはちょっと違うな。これありがとう、これあげるで。やった、友達の印もらった。ねえ、でもね君、こういう友達の印がないと友達と言えない存在っていうのは友達じゃないよ。ただの顔見知りだよ。本当の友達っていうのは、こういう友情の印なんかなくても友達だと言える存在なんだ。それが間違っているから君はぼっちなんだ。わかるか。これでリンちゃんもこの館のお人形たちに受け入れてもらえるよ。そうなんだ。あれ、こいつちょっと動いた、微笑んでいる。みんな微笑んでいるとか、やったーやったやったーやったで、ヒューホーヒューホー、みんなみんなみんな、友達の印もらっちゃった、友達の印もらっちゃったよ、やったーやったやったー。どうして、友達の印持ってるじゃん、友達だったら開けてもいいじゃん、どうしてだい君たち。どうすることもできない裏の事情点を見てしまった気がします。さーて、ちょっと楽しんだし帰るか。帰らせてもらえない。じゃあ何をすればいいっていうの。うん、勝手に開けたりしたら怒られちゃう。部屋にいたのことのある人形に聞いてね。部屋にいたことのある人形、つまり今はいない人形。あ、じゃあこの中におるわ、多分。そういう人形さんが微笑んでるだけじゃなくてさ、ヒントください、ヒントをください、ヒントをください、ヒントをください、ヒントプレイス、ヒントシルブくれ、シルブくれ、ヒントシルブ、シルブくれ、シルブくれ。今私の願い事が叶うならば、ヒントが欲しい。あ、なんだこっち、行けるんかよ。行けるんかよ。んー、もう全部こっちから右のところだけでちょっと話進めようとしよったやん。ちょっとがっくりん、喋れない喋れない。あ、こいつ喋れた。が、そんなにどうでもいいことだった。どうでもいいことだった。こっち行けて、こいつ喋らせて。喋らせて。喋らせて。
喋れんやつなんかな。よし、あいつを閉じ込めてからここは平和になった。あいつ？今日も夕日が綺麗。あいつ？なんだろう。あいつさえいなくなれば、今日も壁の向こうで暴れてる。え？なんか知らんけど、嫌われ者つうかめっちゃ暴れよるやつがおるんやな。へえ。神玉様に会えなくなってもうどれぐらい経つのかしら。もう時間が残されていない。ん？神玉様への道はまだ閉ざされたままです。なんだ、何かしら問題抱えとんかな、この人形の世界の人形たちは。こんな場所まで来て早く帰らないとあなたは人形にされちゃうよ。え？変なことを言うとリンちゃんが帰っちゃうでしょ。わ、真っ暗になっちゃった。え？なになに？なに？ガンガンガン言っちゃった。ガンガンガン言ってる。え？人形の首が置いてある。もう喋らない。え？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 何があったん？本当何があったん？え？一瞬のうちに何があったん？真っ暗になった時にね、転んじゃってみ。え、何回襲ってきたじゃなくてドジで死んだん。転んで死ぬとかちょっとめちゃくちゃドジっ子にも程があるんですけど、ドジっ子で終わらせたらあかんぐらいのやつ。人形は、人形は繊細で怖いやつにの大事にしてね。なんかかわいそう。転んだだけでこんなんなるんやもん。立場をわきまえないで奥に立っていたらこんな場所に送られるなんて。部屋の入り口側は新入りの場所、奥に行くほど偉い人形。新入りから順番に挨拶しないと部屋長の人間は話すらしてくれないのよ。ヒントやな。七色の着物の部屋、立場をわきまえないで奥に立っていたらこんな場所に送られるなんて。人形の入り口側は新入りの場所、奥に行くと偉い人間になると。ああ、つまり新入りの順番ってことは手前の方から喋りかけていく必要があったってわけじゃん。だからなんだという話だが、座布団が積まれている。人形が使うには少し大きいようだ。何？不思議な薬。薬じゃないわ、草か。これで回復するんだ。なるほどね。今はいいや。ここは不要品の道具や人形を置いておく場所。不要品扱いされた人形は入り口の奥に飾れるの。喋ることも許されないわ。へえ、かわいそう。まあ、かわいそうな気分のまま、今回はこの辺にさせてもらおうかな。セーブ。じゃあ、今回はこの辺で。ご視聴ありがとうございました。週上げ。